武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が60分で大問が4題という形となっています。その大問の4題ですが、まあ、力学、波動、熱力学、電磁気、の、出題の、が多い形と、なっています。で、まあ、基本その、原子除くというふうに、ご指摘たりはしてますので、まあ、この4分野、優先でやっている形となります。で、問題の難易度、に関してはですね、まあ、基礎的な問題が中心ですが、まあ、大問の最後の方まで行くと、まあ、結構難しい問題、まあ、標準問題と言われるような難易度が出てくるので、まあ、あのマーチレベルまではしっかりやっておいた方が、いいかとは思います。で、まあ、その出てくる問題は割とその聞いてくること自体はオーソドックスというか、まあ、よく見たことあるような典型問題、にはなりますので、まあ、あの全分野苦手なところを作らずですね、しっかり回答できるようにしておけば、十分対応できるでしょう。ただ時間に対しての問題数っていう部分でいうと結構量多めなので、あの60分内で終わるようにですね、時間しっかり測って、まあ、計算鍛えて、まあ、しっかり解けるように心がけておきましょう。まあ、あの見た瞬間解き方が分かるようにですね、あの式の作る練習などもしっかりやっておいた方がいいかとは思います。以上が物理の勉強となります。